いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は発信機と、ベル、こちらをですね、施工して、受信機を介さずにですね、簡単な、音響のですね、システムを施工してみました。このシステムだと、発信機を押すとですね、音が鳴りますので、発信機を押した時の、音のイメージがですね、つかめるのと、あと、受信機を介してないんで、こちらのですね、復旧ボタンを操作して、発信機の復旧がかかれば、音は止まる、そういったですね、簡易なシステムを組むことで、発信機を押した時の音の鳴り方のイメージと、発信機を復旧させて音が止まることのイメージですね、こちらの方をつけていただければなと思って、施工してみました。じゃあですね、まず発信機、押すと音響は明瞭しますので見ていてください。押していきます。はい、復旧。こういった形でですね、発信機を押すと音が鳴って、復旧をかけると音が止まる、まあ、こういったですね、イメージになります。